はい、今日はちょっとした創意工夫のご紹介です。こちらはサファリ&ホルスターなんですけども、これが SLS ってタイプで、いわゆるサムブレイクというか親指で解放するタイプで、ここにバンジーコードをつけてみました。そうするとこう押せばね、勝手にこうゴムのテンションで引っ張ってくれるんで、でこれがない通常の使い方ですと、自分の指でしっかり押し込んで解放してやらないとこういう風にいかないんですね。だからちょっと指が短かったら、あと急いでるとやっぱ綺麗に触れない時ありますから、そういう時にこれがサポートしてくれるんで、走って言ってくれますから、これは素晴らしいですね。早速ちょっとね、ファーストドロー練習をしたいと思います。距離は5m。今ね、ちょっと手元が振りそうになってこう触れたんですけど、この時に勝手に自動解放してくれたので助かりました。いつもだとあれで引っかかっちゃう。いいですか。ちょっとゆっくり見せます。触るだけでほら勝手に解放されてきましたよね。今こうまあ SLS 使ってる方は分かると思うんですけど、自分で押し込まなきゃいけない、それがなくなるので、ね、特に現役の方いかがですかね、このカスタムで。もう一つの利点があるんですよ。僕もよくトレーニングしてるんですけど、まあリカバリーするためにこうリホルスターしようとしたら、こう気が付かないうちに中に当たってプラプラしまってたってことがあるんですけど、ゴムのテンションに引っ張られてますので、よほどなんか思いっきりテンションかかんないと閉じることがないんで、いいほど尽くしですね。ぜひね、試してみていただければと思います。いいっすよ、これ。試してください。